はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、現在予約中の私が気になるフィギュア、こちらをね、今回は皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、ということでね、早速一つ目、こちらですね。はい、こちらはマッパ。マッパはね、呪術廻戦のね、アニメとかそういうのを手掛けてる会社ですね。はい、とデザインココ、はい、こちらがフィギュアメーカーですかね。はい、それとのコラボということでね、呪術廻戦から渋谷事変、五条悟7分の1スケールフィギュアですね。はい、これめっちゃかっこよくないですか。これ半端じゃないっすあのね、獄門鏡に入れられた時の五条先生なんだけど、このね、獄門鏡に入れられてるっていう点がね、ナイスなんですけれども、実はジャンプギガーのね、応募者全員サービスですでにフィギュア化されてるんですよね。そちらはね、獄門鏡込みで造形されているんですが、こちらのスケールフィギュアはね、もう中だけの様子みたいな感じですかね。まあスケールもね、全く違いますし、ジャンプギガの方とは。ちなみにジャンプギガの方はね、まあ、ちょっとね、値段は知らないんですが、多分7500円とか、多分そのぐらいだと思うんですけれどもね、久しぶりに呪術廻戦のフィギュアでプレ値がついてます。はい、最初はね、1万2000円とか3000円のプレ値ついてて、うわ高っと思ってたんですけど、今だいたい2万とかいってますね。いや、久しぶりのプレ値ついてますよ、獄門鏡の五条先生。いや、さすがだね、五条先生は。ということで、私もね、これ、このね、今回のマッパとデザインココのこのコラボのフィギュア、これはね、全然知らなかったんですよ。たまたまね、なんか調べてたら行き着いたんですよ、このページに。で、見たらめちゃくちゃドストライクだったんですよ。なんたってこの五条先生のこの片目ね、覗かせてる感じ、めちゃイケメンだしね。しかも周りを取り囲む骸骨、これがリアル、めちゃくちゃリアル。しかもね、この骸骨がもうリアルに作られてることによって、おどろおどろしさと、またちょっとアート性が生まれてるんですよね。これにもめっちゃ惹かれて速攻予約しちゃいました、はい、いやもうね、久しぶりにこれはもうね、たまらず即予約しちゃいましたね。でしかもね、これね、驚くことにこれ台座が発光するんですよ、うん、五条先生が座ってる青いところですね、はい、こちらが発光するっていうね、ギミック付き。これはもうゲットせざるを得ないでしょうね、呪術廻戦で五条先生推しだったら。でその気になるお値段なんですが、49,830円税込みということでね、ほぼ5万っていうね、めちゃくちゃ高い。いやこれはね、いや高いとは思ったんですけれども、もうやられましたね、かっこよさに。いやーこれはもう我慢できなかった。で予約期間がね、もう去年になりますが、12月15日から、今年ですね、来月1ヶ月後ですかね、うん、2月15日まで、はい、の期間に、もうこれはね、完全受注生産ということでね、予約期間内に注文しないと購入できないという感じですね。でこれね、発売日がなんとね、そのまた1年後っていうね、2025年の2月です、はい、しかもこれあくまで予定なんでね、遅くなることの方が多々あると思います、はい、なので1年以上先ですねいや1年も待つのかと思いますけれどもね、うん、まあ待ちましょう。デザインココさんのね、ホームページに載ってる説明を読ませていただきたいと思います。テレビアニメ呪術廻戦渋谷事変より、特級呪術師五条悟がテレビアニメ呪術廻戦ポップアップストア渋谷事変クライマックスに展示された等身大五条悟渋谷事変をベースに、圧倒造形で7分の1スケールフィギュア化。
気鋭のアニメ制作スタジオマッパと等身大フィギュアのリーディングカンパニーデザインココがタッグを組んだ本アイテムは、ポーズやデザインを幾度も再考し至高のフィギュアを実現しました。造形は一流のクリエイターによって髪の先から精湛な顔立ち、スマートながら筋肉や骨格を感じるボディ、力強い指先に至るまで徹底的にこだわって制作され、彩色も隙間なく仕上がっています。渋谷事変にて五条悟を封印した特級呪物獄門鏡の内部をイメージした台座は、まがまがしい骸骨たちも一体一体リアルに造形され、市販 LED を使用することでエフェクトが怪しげに美しく発光します。アイマスクから覗く眼光はゾクッとするかっこよさです。最強タッグで挑む最高峰の五条悟をお手元にという感じですね、説明書きはね。市販の LED 別売りって書いてありますね。うん、これはどういうことなんだろう。まあよくわからん。市販の LED を組み込むことができるのかなっていうことは、もうセットに含まれてないっていうことなのかね。ちょっとわからないんですけれども、まあでもどっちにしろね、光っても光らなくてもね、めちゃくちゃかっこいいんでね、大した問題ではない。続いて呪術廻戦つながりでご紹介していきたいと思います。今度はね、ことぶき屋さんから出ます、8分の1スケールの伏黒陶磁、はい、こちらが現在予約受付中ですね。はい、こちらは価格が 17,600 円で、発売日が2024年6月ということは今年の6月っていうことなんで、早いですね。もう5ヶ月後ぐらいには発売されるって感じですかね。なるほど。スケールが8分の1で、全高が台座含んで190ミリということですね。で、一応ね、商品説明の方も読ませていただきます。範囲、勝負はこれからだろう。テレビアニメ呪術廻戦第2期怪玉玉石より術師殺しの意味を持つ男伏黒陶磁が8分の1スケールフィギュアで登場。天の逆鉾を振り上げ力強く構える姿を立体化、超人的な身体能力をより引き出す強靭な筋肉を余すことなく再現しました。格納呪霊を取り外しが可能で、お好きな状態で飾っていただきます。キャラクターカラーを用いたベースはダークでスタイリッシュな世界観をイメージしたデザインに仕上がっています。ぜひお手元でお楽しみくださいということですね。はい、この伏黒陶磁もめちゃくちゃかっこいいですね。ポージングといいね、造形物としてもいいですし、これは今のところ伏黒陶磁のも決定版になるんじゃないですかね。ということで、続いてなんですが、ちょっと一風変わりまして、劇場版スパイファミリーコードホワイトからアーニャフォージャー&ボンドフォージャー、はい、こちらですね、めちゃくちゃ可愛いフィギュアです。一応ね、予約受付はしているんですが、販売期間っていうのがもうね、2023年の12月22日から2月29日までになっているんですが、これはミスかな。そうだよね、2023年の12月22日から23年2月29日ってタイムスリップしてるもんね、過去に。だから多分表記的にミスってんの、これ2024年の2月29日まででしょうね。だと思います。はい、でこちらはね、スケールとしては7分の1スケール、はい、で高さが205ミリ、まあ20センチぐらいですね。で幅が191ミリ、19センチぐらいで、奥行きが245、25センチぐらいですね。で、購入特典として表情解パーツ、にっこり笑顔。これはね、このシブスク購入特典ということでね、はい、つきます。商品概要をね、読ませていただきたいと思います。劇場版スパイファミリーコードホワイトより、アーニャとボンドが劇場版オリジナル衣装でフィギュア化。雪が積もった街に降り立ち、大はしゃぎで喜ぶ姿をコンセプトに、
両手を大きく広げて全身で喜びを表現するアーニャと、頬をあからめてベロッと舌を出して飛び跳ねるボンド。元気いっぱいな二人のワンシーンをジオラマ調に仕上げました。足元に積もった雪にはボンドの足跡も。さらに表情が豊かなアーニャにはにっこり笑顔と驚き顔、2種類の表情差し替えパーツをご用意しました。それぞれ渋谷スクランブルフィギュア東宝アニメーションストアでの購入特典となっておりますので、お好みの表情でディスプレイをお楽しみくださいということですね。はい、あ、そうですね、渋スク以外にも東宝アニメーションストアでも購入できるということですね。うん、いやこれはスパイファミリー好きな人だったらもう買いじゃないですかね。めちゃくちゃ可愛いよね。アーニャがめっちゃ可愛い。これはたまらんですな。はい、続いてご紹介するのがこちらですね。はい、アルターから出ます、フェイトグランドオーダーアーケード、そちらからキャスターのマーリンプロトタイプですね。はい、そちらが7分の1完成品フィギュアとして発売されます。発売日が今年のもう年末にはなってますね。まあ多分伸びるんじゃないかな、これもわからないね。で、7分の1スケールということで、全高が約27センチ、台座含んで。で、一応ね、商品説明を読ませていただきます。フェイトグランドオーダーアーケードよりキャスター、マーリン、プロトタイプが第二サイリンの姿で登場。微笑みを携えてゆっくりと歩く姿と羽のように広がる衣装が相まって幻想的な仕上がりです。瞳は水彩調の淡い色彩で表現され、グロスの乗った口元も魅力的。髪は繊細な毛束の造形とクリアパーツの透け感によりボリュームがありながらも軽やかな空気感を表現しました。特徴的な杖もしっかり作り込まれ、咲き続ける花をイメージした台座が花の魔術師らしい演出となっています、ということですね。いや、これもね、ちょっとね、私悩んでるんですよね。めっちゃ可愛いし、できいんですよね。まあ、もともと、マーリンはね、男だったんですけれども、プロトタイプとしてね、再臨した姿ですよね。これ、造形的にもめっちゃいい。気にはなりますけれども、どうしようかなって悩んでますね。で、続いてなんですが、また一風ちょっと変わったフィギュアですね。これは私のもう完全な趣味趣向が反映されたものです。はい、まあ、美少女フィギュアながらもかっこいいっていうのが先に来る感じのフィギュアですね。はい、それがグッドスマイルカンパニーから出ます、プラントピアアルファ完成品フィギュアということなんですけれども、これね、作品的にわからないんですけれども、それはね、概要欄読めばわかりますね。まあ、とりあえず参考価格が 38,500円、税込み、高っ。まあ、販売価格一応ね、アミアミさんだと販売価格が 38,100円、 1%オフ。すごいな、値引かなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいの値引き額ですね。 1% オフ、で、こちらはね、今年の10月予定です。はい、これも多分ね、伸びると思います。はい、こちらはね、スケール的にはノンスケールですが、全高が約28センチです。いや、結構大きいですね。まあ、素材も亜鉛合金&プラスチックっていうことでね、なかなか重そうでもある感じかな。で、こちらの解説なんですが、イラストレーターラムがデザイン、ツインエンジンとグッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーによる大型フィギュアプロジェクト、プラントピアよりアルファがついに立体化。2022年に実施されたクラウドファンディングでは目標支援金額の約3倍となる1400万円を達成。キャラクターデザインのラム氏が放つスタイリッシュなイラストの雰囲気はそのままに、細部までこだわり抜かれた造形とエッジの効いたシルエットを完全再現。武器の一部は合金製、岩肌に生える苔の表現にもこだわっており、金属と自然の素材感を最大限に引き出した高級な仕上がりになっております、ということで、これはやっぱりオリジナルキャラクターなのかな。なんかクラウドファンディングで募ってやっと立体化したっていう感じの
説明ですよね。うん、なるほど。いやでもこれはね、武器が巨大なの大好きなんですよ。武器が巨大なのってなんかすごい惹かれますね。今回これはね、斧ですかね。めちゃくちゃでっかいアックス、斧持ってます。で、頭部なんですかね、これね。花びらなの？花だね。桜なのかな？何にしてもすっごいね、造形としても良さそうだし、アートとして見ても素晴らしいと思いますね。これもね、まだ予約してないんですけど、悩みますね。多分ギリッギリまで悩む。で、続いてなんですが、こちらですね。テレビアニメ、進撃の巨人。エレン・イエーガー、進撃の巨人バージョン、断罪。こちら、完成品フィギュアとして、プルーフから出てますね。こちらもスケールはノンスケールですかね。全高は約25センチ。説明としては、テレビアニメ、進撃の巨人より、エレン・イエーガー、進撃の巨人バージョン、断罪がスケールフィギュアとなって登場。主人公、エレン・イエーガーを、巨人化した姿で立体化いたしました。暴行するエレン巨人の迫力ある体はもちろん、髪から覗く表情にもこだわって造形いたしました。シガンシナクの街並みも細かく再現。360度どの角度から見てもお楽しみいただけます。エレン・イエーガー進撃の巨人バージョン断罪をぜひお手元にお迎えくださいということですね。いやこれ見るとね、ほんとね、めっちゃかっこいいんですよね。エレンの巨人フィギュアの中でもこれは多分もう造形としてもめっちゃいいんじゃないですか。ジオラマとしてもね、うん、表現がちゃんとされてますし、何より表情がねそっくりですね。いやこれ造形物としてはかなり気になりますね。うん、ということで私はピックアップさせていただきましたがね、進撃の巨人好きだったら間違いなくこれ予約した方がいいんじゃないですかね。ちなみにね、お値段がね、ちょっと 58,300円税込みということでね、半端じゃなく高いんですけど。まあただいまアミアミさんだと 5% オフで購入できますね。 5% オフで 55,380円。うん、いやこれはいやちょっとしファンとしてもちょっと手が出しづらい金額になってるね。うん、これはお高いな。で続いてご紹介するのが、同じプルーフから出ますテレビアニメ僕のヒーローアカデミアから、トドロキショートショートバージョン7分の1完成品フィギュアっていうことですね。こちらは7分の1ということで、全高が約 28.5 285mm ですね。フィギュア本体、頭部、オプションパーツ、専用台座付きということですね。こちらは発売日が24年10月なんで、まあ、今年の10月予定ということですね。で一応説明を読ませていただくと、テレビアニメ僕のヒーローアカデミアより、トドロキショートがスケールフィギュアとなって登場。力強くクールなポージングで、個性半霊半年の発動をイメージしたエフェクトとワコームを立体化いたしました。これなんだ、ワコームでいいのかな。多分あれだよね、吹き出しだよね、英語の吹き出しみたいな。はい、身にまとうヒーローコスチュームは細かいディテールの違いまでこだわって造形しております。オプションとして取り替え可能な表情違いの頭部パーツが付属。2パターンの表情でお楽しみいただけます。ヒーローの一面をハイクオリティに表現したトドロキショートショートバージョンもぜひお手元にお迎えくださいということですね。まあ、さっきのエレン・イエーガーと同じ会社なんでね、説明書きもちょっと最後の方に似てますけれども、まあ、こちらね気になるお値段が、税込みで 3万250円と、こちらも高いですね。まあ、たださっきのエレンと比べたら、半額近い値段ですけれどもね。現在アミアミさんだと 5% オフで 28,700 円で購入できますね。はい、こちらね、実は私ね、ヒロアカだと推しがね、トドロキショートなんでね、これはめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいけど、ちょっと高いんだよな。なので、まだ予約とかしてないんですけれど、まあ、気にはなりますよね。
台座とかエフェクトがすっごいねかっこよく表現されてんだよね。でなんかね看板とか鉄パイプとかもねなんかジオラマも再現されててめちゃくちゃ出来良さそう。これはトドロキの決定版ちゃうかな。これは気になるけどこれもギリまで悩むな。最後はね、一番最初にお伝えした五条悟のデザインココさん、はい、そちらがマッドハウスとコラボして発売します。早々のフリーレンですね。そちらからフリーレン&フェルン、こちらが7分の1スケールフィギュアのセットとしてね登場します。これは限定特典付きでアクリルスタンドが付きます、はい、こちらはセットでの購入特典なんでね、実はこれ単品での販売もあります。フリーレン単品とあとフェルン単品ですね、はい、まあでもどうなんでしょうね。これ実は台座が2体ありきでの台座みたいなデザインになってるんですよね。なのでこれは多分2体セットで買いなさいっていう意味なんでしょうね。でも2体セットで買った方が映えますけれどもね、うん、ちなみにね早々フリーレンは私もね大好きで、アニメを見させていただいてるんですが推しがフェルンタンですね、はい、フェルンタンがめっちゃ大好きです私、うん、もうなんだろうね冷めた表情とかね見るとねその目で俺を見てくれって思っちゃいますね、はい、そんぐらいフェルンタン推しですね、はい、でそんなことはどうでもいいということでね一応説明を読ませていただきます。テレビアニメ早々のフリーレンよりテレビアニメ化を記念したフリーレンとフェルンの7分の1スケールフィギュアが限定特典付きの特別セットで登場です。こちらはちなみにね2点セットでの説明となりますんでね、はい、で2種のフィギュアはキャラクターデザイン長澤玲子氏がフィギュアのために特別に描き下ろしたイラストをもとに立体化されアニメ制作会社マッドハウスの全面監修のもと原型制作会社のオスデザインココが原型を制作。表情や衣装、風に透ける毛髪に至るまで一切の妥協なく丁寧に造形&彩色された圧巻の仕上がりです。フィギュアのために特別にデザインされた台座はアンティークな金属表現が美しい仕上がりです。別売りの市販 LED を敷くことでクリスタル状のエフェクトが神秘的に輝きます。テレビアニメ化記念にふさわしい特別なフィギュアをお手元にということで、あれこれもまた別売りの市販 LED ってなってるな。これもめっちゃ悩んだよ。正直五条先生とどっち予約しようかすげえ悩んだんですよね。どっちも同じ値段なんでね、同じっていうかもうほぼ同じ値段なんですよね。でもこっち片や2体セットなんですよ。お得感はこっちの方が強いんですけど、ちょっと五条先生の周りの骸骨にやられましたね。かっこよすぎたあっちが、うん、だからこっちも本当は欲しいんですよね。で予約期間が2023年10月13日から2024年2月12日までということでね、4ヶ月のスパン設けてますが、まあそれでもねもう今年入っちゃってるんで2月の12日あと1ヶ月もないですけれども、欲しい人はねもうね完全に予約した方がいいです、まあ、もちろんね早々のフリーレン好きありきですけれども、まあ、ただデザイン的に好きっていう感じで買ってもいいと思いますね、はい、ちなみにこちら税込み 49,940 円ということでね、うん、まあ2体セットなんでね1体が 25,000 円ぐらいですね。ちなみにね、こちら7分の1スケールということで、サイズがフリーレンが全高約 273mm で、フェルンが全高約 300mm、こちらは2人とも台座を含んだ全高になりますね、はい、で限定のアクリルスタンドが約 120mm ということで 12cm ですね。まあこれはねセットで買った方が完全にお得ですよね。いやこれはちょっと気になるな。どうしようギリギリまで悩むなこれもな。いやフェルンがめっちゃいい好きだからね悩むな。フェルンだけでも買おうかなと思ったんですが、ちょっとねフリーレンもありきな感じの台座のデザインなんでね、
会やってこそなのかなとも思うけれども、はい、ということでね、長くなりましたが、今回はね、一風変わって現在予約中で私が注目しているフィギュアをご紹介させていただきましたがね、この中に皆さんもね、ちょっとこれ欲しいなって思うものがありましたらね、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。まあそれぞれのねフィギュアのページ等はね、概要欄にリンクを貼っておきますんでね、そこから飛んで見てみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。はい、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。